はい。さて、先日アメリカテキサスの小学校で、児童19人を含む21人が、銃の乱射事件で亡くなりました。いつまで経ってもこの銃の事故、事件というのはアメリカから消えないんですが、このアメリカいろいろ問題を抱えているとは思いますけれども、銃規制というのは進むんでしょうか、どうなんでしょうか。よろしくお願いします。そうですね、アメリカ議会で、銃の規制をするための法案、何度も提出されてきたわけなんですが、すべて却下されて、銃規制は行われないと。まあ、多少、まあ、規制と言えるかどうかわからないまでも、まあ、色をつけたとでも言うんでしょうかね。まあ、これほど銃規制にいろいろこのいろんな議員が努力をしているということで、まあ、顔を立てる程度の法案は通ったんですが、実際これが銃の規制につながるかというと疑問があるという。まあ、要するにアメリカではこの銃の乱射事件、あるいは銃による犯罪、これはもう後を絶たないわけですね。そしてそれを規制する方法はただ一つ、ちょうど日本と同じように誰でも彼でもこの銃、ライフルとか小銃とかですね、そういった銃を誰でもこの買うことができるという、こういうその社会、これを変える以外にないわけですね。日本の場合はご存知の通り、誰でも銃を所有することはできないわけで、まあ、よほどいろいろ特殊なですね、銃が必要な職業もあればいろいろありますから、そういうものに限って申請して許可が下りるということで、一般の国民が自由に銃砲店に行って銃が買えるということは日本では絶対にないわけですね。で、今回のテキサス、5月25日なんですが、テキサスで今言った小学校に18歳の高校生なんですが、入り込んで、そして片っ端からですね、乱射して、今言われたように21人からの人が犠牲になったということなんですが、これ18歳なんですけどね、銃砲店に行って自分で銃を買って、買った銃で実際犯罪を犯しているわけですね。こういうことを考えてみてもですね、それこそ未成年ですらですね、銃を手にすることができるという社会、これはもう危険極まりない社会だということが言えますね。そしてそれを是正するために、今まで議会で何度も何度も銃の規制の法案が提出されて、ことごとく却下されるということなんですね。で、却下される最大の原因は憲法で、確か2条だと思いましたが、憲法で、個人の安全は個人の責任において、守ると。あるいは自分の生命、あるいは自分の安全というものは自分が責任を持つということなんですよ。そう言うと、ああ、そうですかという気がするんですが、裏を返してみればですね、自分の安全のために人を殺しても、まあ、構わないとは言いませんが、まあ、正当防衛ということもありますけれども、自分の命を守るためにですね、自ら武装して、そして危険だと思ったらですね、銃を使用するという、これがまあ基本にあるわけなんですね。これは憲法ですからね。だから、今度は銃を規制する、日本のように一般の国民にですね、銃の所有を禁止するということになると、今言った憲法違反になるわけなんですよ。まあ、これが一つの最大のネックといえばネックなんですね。憲法で、個人の生命財産は個人で守る権利があるということですから、
これ権利なんですね。ですから銃を買うのもこれは権利なんですね。自分の命を守るための権利ですから、これはその憲法で保障されているということで、なかなか日本のように全面的にですね、銃の所有を禁止するということができないという、そういう憲法上の理由が一つあるわけです。それからもう一つはですね、これはまあちょっと政治的な話になるんですが、この議会で何度も何度も銃の規制ということが上程されて、これがですね否決されるわけなんですが、この否決されるにはですね、実はロビイストと言ってですね、まあアメリカではロビイストっていうのはもうまともなビジネスにもなってるわけで、それぞれの議員さんにそれぞれの団体あるいは業界の利益のために、それぞれの議員さんに働きかけて、お金を使って、そして、その自分たちの業界が不利にならないようにする業界を守るための団体というのがあるんですよ。で、この銃の場合はですね、全米ライフル協会っていうのがあるんですよ。で、これはまあナショナルライフルアソシエーションというんで、NRA っていうんですが、もう NRA って言ったら泣く子も黙るぐらいですね、ものすごいその資金を持ってまして、議会つまり議員一人一人にですね、いろいろ構成をするということでですね、まあアメリカの議会でも有数というか一二を争う力を持ったロビイスト団体なんですね。これが全米ライフル協会、これがですね大きな力を持っているためにですね、と言ってもいいと思うんですが、この影響が大きくてですね、まあ議員さんの中には人道的立場、まあ将来のアメリカの国民の生活その他のことを考えてですね、やっぱり銃は規制すべきだという意見が多いんですけども、まあそれに対して、こういうまあ現生をぶつけるとは言いませんが、こういうロビイストがですね大活躍をしてそれを阻止しているという、こういう構図があるわけですね。で、このまあ銃法のメーカーと銃の製造メーカーが たくさんあるわけですが、まあそれの団体の利益代表がライフル協会、そしてこのアメリカのですね、この銃砲産業、銃の製造会社ですね、これはもうアメリカの軍事産業にも劣らぬですね、大産業なんですね。そりゃそうでしょうね、一人一人拳銃を持つという国ですから、その生産量は大変なもんで、やはりアメリカのですね、基幹産業のうちの一つなんですね。軍事産業は紛れもないアメリカの基幹産業で、アメリカの経済の基盤を築いている。それから命に関わる医療関係ですね、医療関係、これがまた基幹産業でアメリカの経済の基盤であると。そこ、この軍事産業の付録というんでしょうかね、軍事産業と並んで、この銃の製造産業というものがアメリカの基幹産業のまた一つなんですね。ですから今度はその人道とか民主主義とかそういうことを除外して、ただ単にアメリカ経済、アメリカの経済という一点から考えるとですね、この銃の製造企業、銃の製造産業というのはアメリカの基幹産業で、膨大なその影響力、経済影響力を持ったその業界なんですよ。だからそういう意味からもですね、そう簡単にはですね規制もできないし、規制ができないという事情もあるんですよ。ですからまあ憲法上、それからアメリカの基幹産業であるということ、それからライフル協会、全米ライフル協会というこのロビイスト、議会でのいろいろな活動をするロビイスト、これが大きな力を持っているということの三拍子揃ってですね、これどう考えても
銃の規制というのはアメリカでできないと、そういうそのアメリカの事情があるんですね。ですから、まあ、そういう意味では日本は非常に安全な国で、アメリカはですね、私もよくニューヨークを歩きますが、体がよく知ってましてね、左に曲がるときはですね、自然に体がスーッと右の方に行って、曲がる方がちゃんと視界に入ったところで、左に曲がるっていう、別に訓練したわけでも何でもないんですが、体が覚えてるんです。体がまっすぐ行ってパッといきなり左に曲がるとですね、何が出てくるか何されるかわからないわけですね。そういう理屈はないんですが、もう体が覚えてるんですよ。ニューヨークの街を歩けば自動的に体がそうなるという、そういう意味からするとですね、みんな無意識だからわからないか知りませんが、日本と比べると随分、不安なですね社会だということが言えるんではないでしょうかね。増田先生、どうもありがとうございました。はい。この番組では、増田俊夫先生への質問を募集しています。ラジオ盛岡の送信フォームよりお送りください。増田俊夫の坂出で勝つ、日本復興のためにでした。